こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。エイコンマーチン前に行きそうです。サーガドラゴンそれに続いています。さらにはサイフォン、5番アルファベットスープ、その後ろスキップアウェイ後方に控えました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。前に戻りましょう。先手を取ったのはエイコンマーチン、これに続くのがアルファベットスープ、その外にサイフォン、その外からバブルトワイニング、その外にコンサートスピリット、さらにはシスターマーブル、内からはサミーマーシャル、黒の帽子ドナバッグ、その後ろ MI ブラ、この位置です。並んで3番マニックアセット、しんがりからスキップアウェイ、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はバブルトワイニング、エイコンマーチン、ほとんど差がありません。サイフォン3番手、6番 MI ブラ、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はエイコンマーチン、エイコンマーチン先頭、2番手はアルファベットスープ、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はアルファベットスープ、残り 100m、 スキップアウェイ抜けた。2番手はアルファベットスープ、スキップアウェイ1着、スキップアウェイ1着、2着にはどうやら MI ブラン、勝ったのはスキップアウェイ、見事な勝利です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。先行争い何が行くでしょうか。バッシングサクセス前に行きそうです。アニーデプティそれに続いています。さらにはアフターモンロー、10番ミュージックアカデミー、その後ろスマートアート、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から。先手を取ったのはアフターモンロー、その外にアニーデプティ、ライアファン、そのうちに続いています。内からはバーボンアムール、その外からミュージックアカデミー、青の帽子ファイティングスカーレット、その後ろすぐ隣にボスラシャン、その外にバッシングサクセス。もう一度先頭から。先手を取ったのはアニーデプティ、黄色の帽子ライアファン、その後ろエアグルーヴ、好位をキープ、その外からアフターモンロー、内からはバーボンアムール、その隣にファイティングスカーレット。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から。ファイティングスカーレット、先手を取りました。すぐ後ろにライアファン、緑の帽子アニーデプティ、その後ろエアグルーヴ、好位をキープ、ボスラシャン、そのうちに続いています。前はファイティングスカーレット、アニーデプティ、ほとんど差がありません。3番手にエアグルーヴ、絶好の手応え。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はボスラシャム、残り 200m、 先頭はボスラシャム、先頭はボスラシャム、ボスラシャム先頭、エアグルーヴ追いすがります。ボスラシャム、ボスラシャム1着、2着にはどうやらエアグルーヴ、勝ったのはボスラシャム、見事な勝利です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、オリーブルック前に行きそうです。マウントウイング、それに続いています。さらにはスピニングワールド、8番シャープチケット、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはオリーブルック、その外にストロングプレス、シャープチケット、そのうちに続いています。その外にラッキータウン、その外からイタリアンクライシス、その外にスピニングワールド、ミュージックマーチ、そのうちに続いています。トロットサンダー、後ろからルカヤンプリンス、そのうちに続いています。その外にトロピカルマリン、さらにはデインヒルダンサー、内からはサクセスストーリー。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。それでは先頭から、先手を取ったのはオリーブルック、さらにはシャープチケット、その隣にストロングプレス。さあ先頭はまだ13番オリーブルック、2番手はストロングプレス、シャープチケット3番手。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。オリーブルック先頭、トロットサンダー先頭、あと 200m、 トロットサンダー先頭だ。トロットサンダー粘る、スピニングワールド迫る、トロットサンダーもう一伸び、トロットサンダーゴールイン、トロットサンダー1着、2着にはどうやらスピニングワールド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。先頭変わってヒュンティア、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はカリビアンエイブル、ヒュンティア1着、ヒュンティア完勝、ヒュンティア1着、2着はカリビアンエイブル、これは桁外れの強さだ。ヒュンティア